はい、チャジです。今回はハンドシェイクのタスクのファーストヒットに挑戦します。タスクの内容はこちらです。皆さんが所属の陣営の近くの初期の町の犯罪組織のリーダーを無力化するとなっております。リーダーは赤いベレー帽をかぶっていますので分かりやすいかと思います。また目標の座標を確認しておいてください。目標の場所はこちらになります。ただし私はラマン次元を選んでますので、他の2つミトラスとクリムゾンを選んだ方はマップを頭の中で回転させて確認してみてください。それでは実践です。町の中心部ですので、どの方向から進んでも接敵する可能性がありますので注意してください。またマーケットプレイスの2階にいることが多いのですが、外に出ていくこともあるようですので、よく探してみてください。マーケットプレイスの1階にはいなさそうなので、他の敵は無視して2階上がっていきたいと思います。1人いますね。左にもいるかも。危ない危ない。リロードして、ここは慎重に行きましょう。あ、ボスですね。倒せました。意外とすんなり倒せました。リーダーはアーマーを着てなかったので助かりました。今回はありませんでしたが、何か特別なアイテムを持っていたという方はコメントいただけますと嬉しいです。あとはベースキャンプに帰って報告すれば完了です。お疲れ様でした。またコメント欄で感想や質問を募集しています。動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録や高評価で応援してくださると嬉しいです。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。